皆さんおはようございます。平岡です。日本時間の9月10日の午前2時からアップルスペシャルイベントがありまして、そこで iPhone 16を含む様々な製品が発表されました。というわけでですね、今回はそのイベントの内容っていうのを簡単にサマリーしつつ、どの製品が出たのか、どういう特徴がある製品なのかってところをですね、皆さんに簡単にご紹介していこうかなというふうに思います。ちなみに今日ね着てるこの T シャツ、この Apple T シャツなんですけども、これ以前ね WWDC の時にヒデさんがアップルパークに招待されて、そこでねアップルパークで買ってきてくれた一応向こう限定のお土産 T シャツっぽいんですよね。でこれ今現行で売ってるものなんですけども、これの90年代とか2000年ぐらいに同じデザインのものがね当時発売されていて、その当時のこの同じデザインの T シャツめちゃめちゃ今価格高騰してるんですよね。いつかそのオリジナルの T シャツが欲しいなと思いつつ、今回はねヒデさんがお土産で買ってきてくれたこれを着てね動画撮っていこうかなというふうに思います。で今回ですね、かなりいろんな製品が発表されました。ちょっと冒頭ねダイジェスト的にご紹介していくと、まずアプローチシリーズ10ですね。これ今回ハードも変わってサイズが薄型化したりとか、新素材のねチタニウム素材が出たりとか、結構大きな進化があったので、数年ぶりにアプローチ買い替えてもいいのかなというふうに感じました。他にもアップルウォッチウルトラ、これはね新色出たっていう形で結構マイナーチェンジでしたね。あとは AirPods シリーズなんですけども、 AirPods の第4世代、こちらがですね初のアクティブノイズキャンセリングに対応したりとか、 USB Type-C 充電になったりとか、結構大きな進化があったんで AirPods 派の人は今年のモデル買いだと思います。あと AirPods Max ですね、ヘッドホンタイプのもの、あれはですね新色出たということで結構ファッション的に使っていることも多いと思うので、これも嬉しい進化かなと思います。で最後ですね、iPhone シリーズなんですけども、今回 iPhone16 かなりいい感じだと思いました。新色が多数出たりとか、あとね新しい、ボタンではないんですけども、カメラコントロールっていう風な物理操作ボタンみたいなものが追加されたりとか、バッテリー持ちが良くなったりとか、 iPhone16 シリーズ今回ね僕すごくいいなと思いました。で最後 iPhone16 Pro シリーズですね、こちらはカメラ性能とかがね良くなったのかなって感じだったんですけども、超広角カメラがさらにね高画素化してて使いやすくなったりとか、あとは 4K120p のスローモーションが撮れたりとか、こういう風な撮影周りの機能っていうのが主なね目玉機能だったのかなと思います。あとみんなが気になっている Apple Intelligence ですね、いわゆるこう生成 AI 的な機能なんですけども、面白い使い方がね多数提案されていたんですが、残念ながら日本語の対応は2025年以降とのことでした。というわけでここから各モデルについてより詳しくご紹介していこうと思います。まずは Apple Watch シリーズ10ですね。今年が Apple Watch の10周年とかだったのかな、大きな進化があるかっていう風に噂されたんですけども、一応はシンプルなシリーズ9からシリーズ10っていう風なナンバリングの新モデルっていう風なところにとどまったかなと思います。でもね結構ハード的にも進化していて、まずはディスプレイの大型化ですね。よりディスプレイの情報が見やすくなっているとのことです。でそれに対して本体の厚みの部分ですね、こちらは 10% 薄型化してるんで大きくなったけど薄くなったと。でそれに伴って重さも 10% 軽量化しています。結構ねアップルウォッチの重さって数グラムでもね大きく変わってくると思うんで、この辺軽くなったのよりね、スポーツとかする人は使いやすくなったかなっていうふうに思いますね。であとはディスプレイが OLED ね、有機 EL ディスプレイを搭載したことによって 40% 明るくなったそうです。炎天下の人とかでより見やすかったのかなと思うのと同時に、充電持ち大丈夫かなっていうふうにちょっとだけ心配になりました。この辺特にこう充電持ちが悪くなったとは言ってなかったんで、今までと変わんないような充電持ちをこう実現できたっていうところかもしれませんね。でその充電に関してなんですけども、高速充電がよりこうパワーアップして30分充電するだけでバッテリーの 80% 充電できるようになったそうです。これめちゃめちゃすごいですよね。本当アップルウォッチってもうね夜寝る時もつけてる方がすごく多いと思うんで、夜寝る時につけっぱなしにして、例えばお風呂入ってる間30分だけもう充電しておけばほとんど充電完了しますよみたいな、高速充電とかさらに進化することによって、あんまりねその1週間バッテリー持ちますみたいな、そこまでバッテリーライフを伸ばさなくても毎日快適に使えるんじゃないかと思って、この辺の高速充電の進化っていうのも個人的には非常にありだなというふうに思いました。で今回ですね、アルミニウムの素材に新しいジェットブラックカラーっていうのが登場しました。これジェットブラックって昔 iPhone7 ぐらいの時に1回ね iPhone の本体カラーとして出た結構光沢のあるピアノブラックみたいなカラーリングがねすごい懐かしいなと思ったんですけども、今回のこのジェットブラックカラーもアルミニウム素材だけども結構高
光沢感があるみたいな、そういうカラーリングだそうです。今までアルミっていうとちょっとザラッとしていてマットな質感だったと思うんですよ、まあ、それがジェットブラックによって少し光沢感があるね素材感だったので、ちょっと高級感増したのかなっていうふうに思いますね。でさらにですね、今年から新しい新素材としてチタニウムモデルですね、こちらも登場しております。でチタンってのはやっぱり他の素材と比べて重さが軽いんですよ。なのでね、今回新しいシリーズ10はシリーズ9と比べて 20% 軽量化しているそうです。でこんなアップルウォッチなんですけども、9月20日に発売ですね。今年はね、僕もちょっと買おうかなと思ってて、僕自身今使ってるのはシリーズ8のエルメスモデルなんですね、まあ、なのでアップルウォッチも2年間ぐらい使ってきたんですけども、ちょっとね画面が大きくなったりとか本体が軽く薄くなったりとかはちょっと体感してみたいなと思って、今年買い替えあれかもなーってふうに思ってます。で、まあどうせ買うんだったら、今まではねエルメスモデルのそのステンレスの光沢感があるモデル使ったんで、チタンよりもジェットブラックとかの方がいいのかなと思っていて、まあ、この辺ちょっと実機見てみ決めてからでもいいのかなと、まあ、そんなに焦るもんでもないかなと思ってるんで、もしかしたらアップローチ買い替えるかもなと思いました。アップローチ使っててね、あんまり毎年変わんないから買い替えなくていいなと思ってた方も、今年のモデルは結構僕的には買い替えてもいいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、これがアップローチシリーズ10ですね。でアップローチウルトラも今回新モデルが発表されたんですけども、あのほぼマイナーアップデートで新色のサテンブラックっていうブラックカラーが出ましたよみたいな感じの発表しかなかったですね。あとは交換バンドとしてチタニウムミラネーゼループっていう、普通のアップルウォッチでもミラネーゼループってあるじゃないですか、あれのチタニウムバージョンでアップルウォッチウルトラで使えますよみたいな、まあ、そういう交換バンドが、ね、発表されてました。今までアップルウォッチウルトラってあんまりこういい交換バンドなかったんだよねっていう風に結構言われたと思うんですけども、今回のこのチタニウムミラネーゼループはなんかロックのところもね結構高品質なコブラバックルみたいなバックルだったんで、めちゃめちゃかっこいいなと思いました。ミラネーゼループなので結構お値段高いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、せっかくアップルウォッチウルトラでちょっとこだわってるんだったら、その辺のね交換バンドもこだわってみるとかっこいいのかなというふうに思いましたね。そしたら次は AirPods シリーズですね。 AirPods シリーズ今回は無印の AirPods 4第4世代のものが大幅に進化していて、今年買うならこっちだなというふうに個人的には感じました。まずは AirPods 史上最高の音質ということで、チップが変わったのかな、あの音質がすごく向上してますよと、まあ、そういう話があったりとか、あとは首振り機能に対応していて、こう通話が来た時とかにこうやって首を縦に振ると通話に出るとか、横にいいえって振ると通話に出ないとかね、まあ、あと Siri のコントロールとかでも Siri に対して首を縦に振るとはい、横だといいえみたいな、そういう風な首振りコントロールにも対応したそうです。あとは AirPods で初めてのアクティブノイズキャンセリングが搭載されたそうです。これまでね AirPods Pro の方にはアクティブノイズキャンセリング機能があって、まあ、僕もねそのノイズキャンセリングがあまりにも強力すぎて AirPods Pro を使っているところがあるんですけども、今回この AirPods にもアクティブノイズキャンセリングが搭載されたということで、これね僕もちょっと使ってみたいなと思いました。あの耳にはめ込む型の形でアクティブノイズキャンセリングどれぐらいまで効いてくれるのかなっていうのがちょっと気になってて、これ AirPods 派の人は結構待望の機能だったんではないでしょうか。なんか今までね AirPods って AirPods Pro のちょっと一つ下の性能みたいなイメージが僕は強かったんですけども、今回のアップデートによってアクティブノイズキャンセリングもついて USB Type-C 充電もついてってことで、基本的な性能っていうのは AirPods Pro と並んだのかなと思って、まあ、あとは装着方法の違いですね。耳の中にしっかり入れ込むカナル型っていうのかな、あれあんまり僕詳しくないんですけども、しっかりと耳をこうねスポッと覆いたい人と耳をかぶせるだけの人っていうね、まあ、この装着方法の違いによって好きなものを選び分けれるっていう風な、まあ、こういう状況になったかなと思います。というわけで AirPods 4はかなり個人的にはね進化していておすすめだなというふうに思いました。で逆にですね AirPods Pro の方、こちらの新モデルは普通の人にとってはそこまで大きくね進化はなかったんですけども、どっちかというとその耳の健康を守るみたいな機能にかなりフォーカスしていました。具体的にはその聴覚の健康を維持するための啓発とか予防機能ですね、まあ、周りの音をこうね計測してすぐに注意を出してくれたりとか、自分の耳の健康を守るための機能っていうのがたくさん搭載されていたりとか、あとは現在耳がちょっと不自由な方、難聴の方に向けてよりこう音がクリアに聞こえるような補聴器みたいな機能っていうのが搭載されているんですね。確かに AirPods Pro って外音取り込みとかすごく優秀なんで、マイクもかなり高性能だと思うんですよね、まあ、なのでこの補聴器が必要な軽度中度の難聴の方に向けてはめた方がよりね周りの音がクリアに聞こえますよみたいな、こういった機能が搭載されています。
されているそうです。耳が今不自由な方にとってはすごく嬉しいなと思うし、なんか今までにないような新しい市場というか新しいこうユーザーさんが見つかるチャンスがあるのかなと思っていて、まあ、こういうところね、最近アップルすごい健康にどんどん投資してると思うんですけども、 AirPods Pro こうなるのかっていうのが、まあ、ちょっとな個人的にはこう面白かったというか興味深いなというふうに思いました。あとは AirPods Max ですね、ヘッドフォン型の AirPods なんですけども、これね最初発売当時は全然人気なかったイメージなんですけども、なんか数年前くらいからこうファッション的につけてる方がすごい多くなったなと思っていて、なんか韓国とかからね火がついたようなイメージがあるんですけども、性能云々よりもやっぱりあの唯一無二なねアイコニックなデザインですね、あれに光で使ってる方がすごく多いイメージで、まあ、Apple もそういうのを意識してか新色がね3色4色くらい追加されていました。どれも結構鮮やかな発色でファッション路線を強めてきたのかなと思って、まあ、こういうところですね、 AirPods Pro は健康路線をどんどんね推進していって、 AirPods Max はちょっとファッション的な進化ってところがメリハリがあってね、すごく面白いなと思いました。そしたら最後は iPhone シリーズですね。でまずはですね iPhone シリーズ話す上で、今年やっぱり結構 Apple インテリジェンス推しだったんですよね。でこれに関して最初にちょっとお伝えしておくのが、日本ではまず Apple インテリジェンス使えるのが2025年以降とのことです。米国ではね来月からベータ版が少しずつ使えるようになってくるんですけども、日本語の対応は来年以降ということで、まだすぐ使えるもんじゃないので、なんか iPhone16 を買ってもちょっと片手落ちかなっていうような印象があったんですけども、そこだけ先にお伝えしておきます。で iPhone16 なんですけども、無印のシリーズですね。こちらまず新色が多数追加されています。ティールとピンクとあとなんとかみたいな結構鮮やか系の色が多くて、なんか選ぶのがすごく楽しそうだなというふうに思いました。で iPhone16 シリーズ新しい2つの物理ボタンというか物理操作系が追加されています。まず1つ目がアクションボタンですね。これは iPhone15 Pro、 僕の持っているこの iPhone でも搭載されていたこのねボリュームボタン上にあるスイッチなんですけども、アクションをこの中に割り当てておいて、例えばすぐにカメラを起動するボタンとか背面のライトをつけるボタンとかね、まあ、いろんなボタンをカスタマイズできるんですけども、そういうボタンが今回 iPhone16 シリーズにも搭載されています。でもう1個が完全に新しい操作系なんですけども、カメラコントロールっていう風な、これねボタンじゃなくて感圧式のサファイアクリスタルっぽいような操作系なんですけども、これね電源ボタンの下の方に追加されてるそうです。これねまず普通に1回クリックするとこの感圧式なので、こう物理フィードバックで押した感覚を得られるようなボタンっぽいものになっていて、1回押し込むとカメラをオンにしてすぐに撮影を始めることができますよと。で撮影中もですねスライドとかに対応してるんで、スライドすることでズームをしたりとか、なんか機能を切り替えたりとか、まあ、いろんなね写真関連のショートカット操作ができるような、まあ、こういう機能が新しく追加されております。でこのカメラコントロールっていうのが写真だけじゃなくて Apple Intelligence を呼び出す時の操作系にもなっていて、1回押すと Apple Intelligence を起動したりとか、後で紹介するんですけども、ビジュアルインテリジェンスみたいな新しいちょっと空間 AI みたいな機能を使いたりとか、まあ、こういうところの操作も兼ねているような新しい操作系になっております。であと搭載しているチップは A18 チップですね。前回は A16 だったんですけども、17を飛ばして18っていう風に2世代進化してますっていう風な発表がありました。でこれが嬉しかったのがですね、今年の iPhone バッテリー性能がかなり長持ちしてますよっていう風に結構声高に歌ってました。実際どれぐらいなのかっていう風な交渉時間の発表はなかったんですけども、まあ、おいおいホームページとかでもしかしたら追加されてるのかもしれません。でこちらね iPhone16 は9月20日の発売です。来週から予約が始まって発売が再来週の20日っていうような形になってますね。でちょっとねこの Apple Intelligence に関して、まあ、先の話になるんですけども、よりこう具体的な使用例みたいなところはねたくさん発表されていて、僕がこれ面白いなと思ったものをいくつか紹介させていただこうかなと思います。まあ、メールを作ってくれるとか画像を生成するとか、まあ、こういった一般的な生成 AI の機能っていうのはもちろん使えるんですけども、個人的にやっぱ iPhone だからいいなと思ったのが、こうたくさんあるカメラロールの中から昔のねこういう写真を探してきてっていうとすぐに写真を提示してくれるような、まあ、こういう機能があったりとかね、これめちゃめちゃ僕よくあるんですよ。あの昔撮った写真なんだったっけなみたいな、これを AI がすぐ探してくれるのはすごい嬉しいなと思いました。であとはですね、同じような機能でテーマに沿った写真とか動画を探して一本のストーリーとしてこうねなんか編集を行ってくれますよみたいな、まあ、こういう機能もあって、まあ、例えば去年行った海外旅行の面白かったシーンをまとめてっていうと一本ショートムービーにしたりとかっていう風に、もう編集すらいらないみたいな、探してくれて AI が勝手に編集してこう出してくれるんでっていうのは、多分僕らもそうなんですけども、僕らの親世代とかっ
て、そういう編集とかってなかなか苦手だと思うんですよね。うちのおかんとかだいぶ苦手です。なので、まあ、おかんでも旅行の写真とかを簡単にスライドショーにしたりとか、まあ、こういう機能があるとすごくね、思い出を振り返るのに便利かなというふうに思いました。あとはこう通話してる音声を理解して会議の議事録としてね、その音声をテキストに起こしてくれた上で要約してくれますよみたいな機能もあって、これもですね、結構最近は他のね、サードパーティーのツールとかでチャット GPT を搭載していて、会議の音声とかを聞いて要約してくれるツールとかあると思うんですけども、 iPhone に標準搭載されるとなると、これもね、5年後ぐらいにはもう当たり前に使われてるような機能になってるんじゃないかなとかね、まあ、結構面白い機能だなというふうに思いました。であとね、今回初めて発表だったような気がするんですけども、ビジュアルインテリジェンスって機能が個人的にはめちゃめちゃ面白そうだなと思いました。これ何かっていうと、これ、ね、カメラコントロールボタンを押すと背面カメラを使ってこう周囲を、ね、こう撮影できるようなモードに入るんですけども、これ写真を撮影するわけじゃなくて、今この、ね、カメラで写ってるものですね、この情報をすぐに教えてくれるみたいな機能があったんですよ。なんかお店とかの外観をね、そのカメラコントロールですぐにパッと写すと、このお店の口コミだったりとか営業時間とかメニューとかがすぐに出てくると、まあ、AI がその、ね、建物を分析して、それでこう検索をかけて、その検索の内容を要約してくれるみたいな、まあ、そういう仕組みだと思うんですけども、これめちゃめちゃ面白いなと思っていて、なんかパッと見たものね、あ、なんかこの自転車かっこいいなと思うものをカメラコントロールで写すと、どんな自転車でどこで買えていくらなのかっていうのが出てきたりとかっていう風に、いろんな使い方可能だなというふうに思います。なんか昔世界カメラっていうこうね、世界に AR タグみたいなものをつけるみたいなこうアプリが一周流行ったことがあるんですよね。まあ、ああいう感じのことが Apple 純正できるとなると、めちゃめちゃ面白いなと思いました。まあ、結構これね、プライバシーの問題もあると思うんですけども、Apple としてはビジュアルインテリジェンスの時は写真とか一切保存しませんよと。で、こうプライバシー情報っていうのも一切残ることがないので安心ですって話をしてたので、なんかね、これは健全に運用されて当たり前に使えるような世の中になってほしいなってふうにね、まあ、ちょっと心配もあるんですけども、その分可能性もめちゃめちゃ感じたので、うまく運用してほしい機能だなってふうに思いました。まあ、これが iPhone16 の主要な進化点ですね。iPhone16 も9月20日に発売となります。で、最後、iPhone16 Pro ですね。こちらはですね、新色のデザートチタニウムっていうカラーが出てます。ちょっとね、なんていうかな、ローズゴールドに黄色を加えたような感じの色味なんですけども、非常に上品で、僕今年この色買おうかなと、まあ、せっかくだったらね、この美しい新色試してみたいなと思ってこの色を買おうかなというふうに思っています。で、 iPhone16 Pro に関しては周囲のベゼルがさらに薄くなることによって本体のサイズは変わってないんですけども、画面サイズがちょっとだけ大きくなっています。新しく 6.3 インチと 6.9 インチなので 0.2 インチだけ画面が大きくなっています。本体サイズは変わってないので、これはすごく嬉しいアップデートだなというふうに思いました。そして iPhone16 Pro も史上最長のバッテリー持ちと、特に Pro Max モデルっていうのは iPhone 史上一番バッテリー持ちますよって話をしたんで、これもですね、結構期待できるんじゃないかなと思ってます。搭載されているのは A18 Pro チップってもので、かなりね、こう Apple Intelligence もガンガン使えて、ゲームも使えてみたいな高品質なチップに仕上がってるそうです。でね、個人的にめちゃめちゃ嬉しかったのがカメラ性能のアップデートで、超広角カメラがこれまでって12メガピクセルだったんですよ。それが高画素化されて48メガピクセルになっています。4倍高画素化したことによって、これまでって iPhone ね、ちょっとこう近くで接写しようとすると自動的に超広角カメラに切り替わって、その超広角カメラがメインカメラと比べるとめっちゃ画質が良くなかったんですよね。画質が荒くて、まあ、なのであんまり近づかないように少し遠目から撮るみたいな感じがね、僕の中ではこう主流だったんですけども、超広角カメラがね、4倍高画素化したってことで、これからはね、こう臆することなく接写も使えるのかなと思って、まあ、この辺はですね、すごく分かりやすいような進化としては素晴らしいなと思いました。で、あとは動画性能なんですけども、 4K120p のスローモーション撮影ができるようになります。まあ、これも映像関係の方とかしかね、あんまりこうありがたみがないような気もするんですが、まあ、僕らからしてもね、やっぱり 4K120p 撮れるか撮れないかっていうのが結構ビデオカメラとしてね、一個重要なスペックの境界線になってくるんですよね。で、 iPhone がやっぱ 4K120p 撮れるっていうのはすごく意味があることだなと思っていて、より iPhone だけでいろんな表現ができるのがすごく素晴らしいなと思いました。しかもやっぱりその辺もね、Appleらしいなと思ったのが、最初からフレームレートを設定して撮影するみたいな、まあ、このシーンはスローでいこうって形でスロー撮影するんじゃなくて、撮った後で編集でフレームレートを変えることができるんで、撮ってからやっぱこのシーンはスローがいいなと思った 120p をね、適用してスローモーションすることができるんですね。まあ、こうなってくると普通に Vlog 回しながらちょっと映像に、ね、新鮮味を加えたいなと思ったところだけスローモーションにするみたいな、まあ、こういうことができるんで、 iPhone で Vlog 僕も結構撮るんですけども、まあ、こういうオプションがあることによって、じゃあスローモーションを使ってみようかなっていうふうに思えることができるんで、僕的にはすごく嬉しい機能だなというふうに思います。
ました。というわけで iPhone 16 Pro の主要の進化点はこれぐらいです。 iPhone 16 Pro も9月20日に発売となります。というわけでね、全体の総括なんですけども、今回どっちかというとプロモデルよりもベーシックモデルの進化が非常にね、僕的には充実してるなというふうに思いました。 iPhone 16 に関しても 16 Pro はね、そのカメラとか多少進化はしてるんですけども、あんまり大きく16と16 Pro の違いがないなと思っていて、逆に iPhone 16 はベースモデルなんですけども、ちゃんと新しいカメラコントロールがついたりとか、 Apple Intelligence の機能もね、別にプロと普通のベースモデルで変わりがなかったりするんで、今年は無理にプロを買わなくても iPhone6でもいいのかなっていうふうに個人的には感じましたね。なんか新色の数も多いし、より選ぶのが楽しいのは iPhone 6かなっていうふうに思いました。個人的にはね、やっぱりね iPhone 6 Pro Max を買おうかなと思ってるんですけども、皆さんは別にね、そんな無理してプロを買わなくてもいいかなと思って、まあ、iPhone 今年買い替えようかなと思ってた方は iPhone 16ベースモデルもぜひ注目してほしいなっていうふうに思いました。というわけで iPhone 16ね、まあ、正直半分ぐらいは AI がちゃんと使えますよってなってからかなと思ってるんで、まあ欲しい方は全然買い替えてもいいと思いつつ、日本で Apple インテリジェンスが使えるのって来年以降なんで、今すぐ買っても半年ぐらいはなんか性能の半分ぐらいしか引き出せてない感じがするんで、無理に急いで買わなくてもいいのかなというふうに思ったりもしています。皆さんの意見はどうでしょうか。今回の発表でね、みんなが気になってるものとか買おうと思ってるものとか、ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。というわけで今回発表された製品、また新しいものを買うことがあれば皆さんにもご紹介しようと思っています。というわけで今日の動画はここまでです。今日も少しでも面白かったよとか、参考になりましたって思った方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマーク登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。